ブラックチャンネルをご覧の皆さんちゃん、明けましておめでとうです。明けおめじー。今日はお正月の特別会、人間界のお正月をブラックと一緒に楽しむよ。本当に楽しいんですか？じー。もちろん、俺がいろいろ教えてあげる。自分だけが撮りたい動画を撮れると思うなよ。ブラックチャンネル。それにしてもブラックが俺の企画を OK してくれるなんて珍しいね。たまにはこういう特に面白みもない何も起こらない動画もあっていいかと。じー。おい、めちゃくちゃ面白いって。お正月はイベントいっぱいあるし。ま、人間界の文化は面白そうですね。俺がいろいろ案内してあげる。こっちだよ。今日の企画はサトシ君主導ですからね。じー。はあ、僕の企画の方がよっぽど面白いのに。思い知らせてあげないとね。神社で何をするんですか？いろいろ、おみくじ引いたり甘酒飲んだり、あとはお願い事するんだよ。お願い事？あくまでもいるんですか？じー。いや、契約とかじゃなくて、ここは神社だから神様がいて、お願いすると叶えてくれるんだ。そんな人本当にいますかね？サトシ君は見たことあるんですか？え？いや、まあないけど。神社半壊、神様が本当にいるのか裏側暴いてみたって企画も面白そうですね。じー。いや、不謹慎すぎ。俺ちゃん悪魔ですし。絶対ダメだからね。はいはい。ま、今日はサトシ君の企画ですからね。そっか、じゃあ流れも俺が決めるんだ。もちろんです。いつもは帰る時にお願い事してるから、それは最後にして、まずはおみくじを引こう。今年がこれからどんな年になるのかわかるし。サトシ君の場合はもう決まってますよ。え、どんな感じ？いっぱい契約して鬼ヤバな目に遭いまくりです。うわーい。で、それ俺がヤバいことになるって意味じゃ。かかか、今年もよろしくです。じー。おみくじ、よし、引いたぞ。何が出るかな。カメラちゃん、ここのリアクションはよりでお願いします。じー。大凶。おやおや。じー。待ち人こず、恋愛ならず、伏せ者永遠になくなる。ダメじゃん。最悪ですね。しかもお金は盗まれ、仕事は失敗し、家が爆発。いいですね。取れ高ありそうです。全然良くないわ。でもサトシ君、お金はもともとないし仕事はしてないし別にいいじゃないですか。確かに、でも家は爆発したら困るよ。ま、気をつけましょう。軽いな、こっちは家がなくなりそうなのに。そんなどうでもいいことより、おい、俺ちゃんのおみくじも見てみましょう。お、なんて書いてあったの？じー。大悪魔です。なんだそれ。待ち人連れてくる、旅行行きたければ行く、お金欲しければ奪うと。全部自分からやってる？悪魔ってそういうものですから。なんでそれがおみくじに書いてあるんだ。さあ、ブラックのはよくわかんないけど、悪い結果のおみくじは神社の木に結んでいくんだよ。なんでですか？え？なんでだろう。知らないんですか？悪い運気は神社に留めて神様と縁を結ぶという意味だそうです。へえ。で、知ってるなら聞くなよ。おみくじを結んだらどうするんですか？なんか心配だし、今年はお守りも買っていこうかな。家が爆発したら嫌だからね。面白いのに。それはブラックだけでしょ。じ。お守り、よし、買えたぞ。どんなやつです？じ。悪いことが起きないように厄除けのお守りを。って、あれ、厄除けじゃなくてカツオネって書いてある。どういう意味です？こっちが聞きたいよ。カツオが何？これは本当に爆発かもですね。じ。なんでだよ。ま、気をつけて過ごせばいいじゃないですか。そういう問題か。まあ、未来のことなんて心配してもしょうがないよね。甘酒でも飲んで落ち着くか。何ですかそれ。じ。甘い飲み物だよ。お酒って名前だけど、ここの神社で売ってるのは子供も飲めるやつなんだ。俺ちゃん、甘いもの大好きです。じ。
確かに美味しいですね。でしょ？俺ちゃん、結構好きになっちゃいました。よかったよかった。甘酒の他にもいろんな屋台が出てましたね。初詣の日は盛り上がるからね。見に行ってもいいかも。あー、でも。どうかしました？じ？なんか結構普通の動画になりそうだなって。今さらですね。ブラックはこれでいいの？サトシ君がこういう企画やりたかったんでしょ？うん、俺は楽しいよ。ならいいじゃないですか。そうだけど。そろそろ締めのシーンでも撮影しますか？そうだね。最後は神様をお参りしてお願い事を。させないよ。え？真実。まったく、ずいぶんつまらなそうな撮影やってるね。うわぁ！ふーん、誰かいるとは思ってましたが、またあなたですか。じぃ！自分だけが撮りたい動画を撮れるなんて思わない方がいいよ。僕の撮影を邪魔した奴は地獄に落ちるのさ。怖ぁ！地獄なんて悪魔のふるさとみたいなものです。何も怖くないでしょ。俺は怖いよ。君たちのやりたい撮影は全部僕が邪魔をする。そう決まってるんだ。勝手に決めないでよ。はあ？すみません。かかか、サトシ君、情けないですね。こんなつまらない撮影、僕がこの手で全部台無しにしてあげるよ。なるほど。おみくじの結果が悪すぎたのも、お守りが変だったのもあなたのせいですか？かかか、悪魔の仕業だと思うと、家が爆発だとか、厄除けがカツオネになるとか、しょぼすぎですけど。仕方ないだろ。運命に干渉するなんて、せいぜいそのくらいのことしか起こせなくて当然なんだ。大したことできないくせに邪魔をするだなんて、あなたも情けないですね。じん。僕の力を見てもまだそんなことが言えるかな。うわ、最後は願い事だっけ。させないよ。僕がこの神社を全部壊しちゃうからね。なんで？気に入らないからさ。僕の撮影を邪魔した君たちが楽しく YouTube で活動するなんて許せないからね。やれやれ、あなたもしつこいですね。なんだ、体が動かない。どこか遠くへ行ってもらいましょうか。撮影の邪魔ですので。ああ、消えちゃった。人間界から追い出しただけです。なんなんだあの人。まあどっか行ったしもういいけどさ。すみません、サトシ君。楽しいお正月の動画を撮影する企画なのに、とんだ邪魔が入りましたね。トラブルはあったけど、でも正直さっきのブラックが一番楽しそうだったよ。そうですか？じ？確かにちょっと怖かったけど、これはこれで面白い動画になったんじゃない？ある意味あの人のおかげかもね。サトシ君が言うならそういうことにしときますか。まあもう会いたくないけどね。じー。では予定通りお参りして撮影終了としますか。そうだね。あ、でも撮影はもうちょっとだけ続けない？別にいいですけど。羽子板とかお餅つきとか、お正月の遊びってもっとたくさんあるんだよ。ブラックもやってみない？うむ、興味はあります。よし、せっかくですし、あかねさんやバニラさんも誘ってみましょうか。いいね、二人にも人間の文化教えてあげようっと。また私の勝ち。うわー、落書きしていいんだよね。どうやらそういうルールらしいです。もう書くとこないでしょ。サトシ君も勝てば落書きされずに済むんですよ。っていうか、俺がブラックとあかねちゃんに勝つなんて絶対無理じゃん。動画はトラブルがあった方が面白いんでしょ。そういう意味じゃないって。お餅っておいしいです。よかったですね、バニラ様。動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。